ございます。配信の影響で放送時間を変更してお送りしています。いばきらモーニングのお時間です。番組を担当するのは私、学生パーソナリティの山口優香です。よろしくお願いします。いばきらモーニングを始めてから一日一日が早く終わるように感じてとても驚いています。今週ももう終盤に差し掛かってきましたが、今日も頑張って楽しくいきましょう。それでは今日の茨城県内のお天気をお伝えします。本日2月21日のお天気はこちらです。どん。今日もニコニコ晴れ模様となります。日中の最高気温は7度になります。まだまだ寒い日が続きますが、皆さん元気よく頑張りましょう。それでは続きまして、本日の茨城新聞の朝刊を見ていきましょう。本日の一面はこちらになります。県警組織改編、相談窓口を一元化、サイバー対策に増員と、 TPP 参院選前結論、首相予算案で明言となっています。それでは本日の注目記事を見ていきましょう。最初に紹介する記事はこちらです。つくばロボット特区、横断歩道セグウェイ GO、 規制緩和、駅前で走行でも。立ち乗り充電式二輪車セグウェイなどのモビリティロボットの有効性を探るつくばモビリティロボット実験特区で、これまで認められていなかった横断歩道での走行が規制緩和により可能となり、つくば市内で20日走行デモが行われました。今後はより日常生活に近い環境下での社会実験ができるようになり、実用化に向け一歩前進します。ロボットの街プロジェクトを進めるつくば市は2011年3月に特区指定を受け、同年6月から国内で初めて公道での実験を開始。人とロボットが共生する社会を目指し、研究機関や企業などと連携して次世代ロボット技術産業の育成に取り組んでいます。行動実験では安全性や有効性を確認するため、セグウェイを用いた防犯パトロールやエコ通勤、観光ツアーなども行い、これまでの実験の総走行距離は延べ約6000キロに上ります。つくば市は今年2月に国に対し追加の規制緩和を提案し、一部が認められたため、この度保安要員を配置した上での横断歩道の走行が可能となりました。従来は横断歩道を渡る際はロボットから降りなければなりませんでした。つくば市あずまのつくばエクスプレスつくば駅前の交差点で実施された走行デモには、市原健一市長や市職員、産業技術総合研究所の研究員らが参加。立ち乗り型と車椅子型の計10台のロボットに搭乗し、自転車横断帯やバスターミナル周辺をスムーズに走行しました。市原市長はこれまでの実験で事故も市民からの苦情もなく安全性を証明できた。ロボットを街づくりに生かせるよう実用化に向けて今後も取り組みを進めていきたいと期待を寄せました。続いて紹介する記事は私、山口優香の注目記事です。私の注目記事はこちらになります。なめがた北浦山育中、失礼いたしました。なめがた北浦山育中、門で祝う新たな調べ、パイプオルガン設置。なめがた市成田の市立北浦山育中にパイプオルガンが設置されました。1963年製でスウェーデンやノルウェーで使われてきたものです。
本年度の卒業記念品として学校に贈ろうと、組み立てには3年生も参加しました。春、生徒たちの門出を祝い、オルガンは新たな歴史を奏で始めます。キリスト教系の私立北浦三育中学校は、これまで礼拝で電子オルガンを使っていました。今回も電子楽器の更新が検討されましたが、生徒たちに本物の音に触れてもらおうと、パイプオルガン導入を決定。卒業記念として校内のチャペルに設置されることになりました。オルガンは今年1月中旬に搬入され、音楽講師らが中心となって組み立てを始めました。3年生26人も放課後などを利用して作業に参加。布を使って計100本超の金属製パイプを磨きました。組み立て作業は今夏まで続きますが、すでに演奏は可能です。3月の卒業式では2年生2人が威風堂々など計7曲を披露。電子楽器よりやや重い鍵盤になれようと練習に励んでいます。この私立北浦三育中学校では音楽活動に力を入れており、この学校の卒業生が音楽関係の道に進むことも少なくないそうです。今回パイプオルガンを導入したということで、パイプオルガンの神聖な姿や形、その豊かな響きを感じて、ぜひ素敵な大人になってほしいですね。以上、茨城新聞朝刊ピックアップでした。続いてはインフォメーションのコーナーです。筑波の研究所を見学したいけど、利用方法や見学内容がわからないと心配している方がいるかもしれません。そんな皆様に筑波サイエンスツアーバススタッフガイド同行コースをお勧めします。県では土曜、日曜、祝日、常設展示場を持っている6つの研究施設を巡回する筑波サイエンスツアーバスを、筑波センターバスターミナルの8番乗り場から運行しています。毎週土曜日には筑波サイエンスツアーオフィスのスタッフが皆様に同行して、研究施設の見どころなどについてご説明します。ご案内する施設は、地図と測量の科学館、筑波植物園、サイエンススクエア筑波、地質標本館、筑波宇宙センターの5カ所です。休日に子どもたちに科学を体感させたり、大人同士、友達と先端技術に触れてみたり、同窓会の一環としての日帰りツアーなどにもぴったりです。バスの料金は大人500円、小学生250円で1日乗り放題です。ガイド料金はかかりませんし、お一人でも実施しますので、ぜひお気軽にご予約ください。お申し込みはご覧の筑波サイエンスツアーオフィスまで。詳しくは筑波サイエンスツアーのホームページをご覧ください。茨城県立歴史館では3月20日水曜日まで特別展、筑波山神と仏の御わす山を開催しています。古くより広く知られた信仰の山、筑波山。日本古来の神々をはじめ、仏教や山岳信仰も合わせて、山全体が霊場となり、数多くのお社やお堂が建てられました。江戸時代には中禅寺が徳川家の祈願所とされ、三代将軍家光が大伽藍を建設するなど、筑波山は重要な意味を持つようになります。ところが明治時代には仏教を排除しようとする廃仏毀釈の影響で、お寺や仏像などが破壊され、改めて筑波山神社となりました。今回の展示では、神様も仏様も祀られた霊峰、筑波山の信仰の歴史を紹介します。詳しくはホームページをご覧になるか、茨城県立歴史館までお問い合わせください。また歴史館は偕楽園に隣接していますので、梅祭りとも合わせてお楽しみください。
2月23日土曜日と24日日曜日の2日間ひたちなか市文化会館小ホールで創作劇太陽がいっぱい虎塚に願いをが公演されます。この創作劇はひたちなか生き生き表現団曹操などが企画し演じるもので、ひたちなか市の虎塚古墳が題材になっています。23日は会場が14時30分開演が15時、24日は会場が13時30分開演が14時となります。全席自由席で料金は1000円、入場制限は行いませんのでどなたでもご覧いただけます。なお電話予約によるチケット販売も行っています。詳しくはひたちなか市文化会館までお問い合わせください。皆様のお越しを心よりお待ちしています。県ではいじめの早期発見早期解消を目指して、県内5カ所の教育事務所の中にいじめ解消サポートセンターを開設しています。センターでは来所や電話などの相談に加え、ホームページ上にいじめなくそうネット目安箱を開設し、メールと書き込みによって相談や情報提供を受け付けています。気づいたこと、心配なことがありましたら相談や情報をお寄せください。寄せられた相談に対しては必要に応じて警察 OB や臨床心理士、社会福祉士などの専門家を学校などに派遣し、早期解消に向けて学校や家庭をバックアップする体制をとっています。また保護者の皆様にはカードやリーフレットを配布しています。いじめ発見のためのチェックリストも掲載していますので、項目を確認いただき、お子様の様子と照らし合わせてみてください。少しでも不安なことがありましたら、学校やいじめ解消サポートセンターにぜひご相談ください。詳しくはいじめ解消サポートセンターまたは県教育委員会のホームページをご覧ください。県庁4階のいばきら TV スタジオから山口由香がライブで配信してきました、いばきらモーニング。今日の山口豆知識は人の体毛についてです。人の体にはいろいろな毛が生えていますが、それぞれ毛の生えるスピードってなんとなく違いますよね。それでは最も伸び方の早い毛は一体どこの毛なんでしょうか。答えは髪の毛かと思いきや顎の毛です。顎ひげは1日に 0.38 ミリ伸びるそうです。これはつまり1ヶ月に1センチ以上伸びるということなんですよ。ちなみに髪の毛は1日に 0.3 ミリ伸びるそうです。以上、山口豆知識でした。明日もよろしくお願いします。この後はオンデマンド番組、そして12時20分からのライブ番組、いばきら TV ステーションをご覧ください。番組の最後は皆さんからの行ってきますメッセージでお別れです。それでは引き続きいばきら TV をご覧ください。皆さんのご関係は、いや、友達です。今日はどちらに、いや、今から朝ごはん、朝ごはん食べに行きました。朝ごはん、今日朝ごはん何にする予定ですか。いや、特にフラッとその辺の目についたもの、目についたものを食べちゃうかな。朝ごはん食べた後は、その後はとりあえず、いろんなお店を回る、お店に回るで、お買い物の、そうですね。いや、今日はいい一日になると思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。朝ごはん食べに行ってきまーす。バブってる。二人のご関係は高校の友達です。今日はどちらにお出かけですか。笠間です。笠間は何ですか。ケーキを食べに行きます。何ケーキ。いや、モンブラン食べます。笠間にケーキを食べに行ってきます。